皆さんこんにちは、プロレスアカデミアの吉村です。飯沼です。はい、今回なんですけど、大人気の近畿大学の人気の理由と入試攻略を徹底解説ということで、はい、タイトルにもあるんですけど、10年連続志願者数ナンバーワン、志願者ナンバーワンということで、はい、近畿にある大学なんですけど、はい、まあ九州とかにもあるっていう、もうほんと手広くやってる。そうですね。なんか大阪駅にはマグロのあれやね、はい、あ、広告ありますね、でっかいの。あ、そうそう、はい、あの居酒屋もあるし、あ、はいはいはい、ラーメン屋やってるみたいな。そうなんですか。経費持ってて学生たちで運営、うん、経営していいよみたいな。はいはいはい、はい、あの島やんって人のチャンネルでやってた。あ、そうなんですか。そう、すごっ、まあ、はい、っていうのもある近畿大学さんなんですけど、はい、今回大学紹介と入試攻略法の動画になっております。ご存知の方も多いかもしれませんけど、すんごいもう大人気で、10年連続志願者数ナンバーワンで、で、データによると、昨年度の一般入試の志願者数は、まあ、延べ、152,192人。多いですね。はい、で、総合型選抜とか、まあ、そういった推薦系を含めた総志願者数では205,275人と。これも多いです、ね。まあ、めちゃくちゃ多いですね。ということで、まずは、まあ、大体の概要と人気の理由というところからお話ししていきたいと思うんですけど、はい、はい、近畿大学は大阪府東大阪市に本部を置く私立大学になっております、三近交流の一角ですね、はい、キャンパスは東大阪で、大阪の狭山、あと奈良、和歌山、広島、福岡、はいはいはい、で、まあ、あの5府県に6つのキャンパスがあります、で、公式ホームページにも載ってますけど、15学部49学科プラス短大っていうのを要する、はいはい、西日本最大の総合大学ということになってます、芸能人の方がね、はい、あのスピーチしたりとかっていうのも有名だったり、はい、まあ、つんくさんもそうですし、近郊の西野さんとかも、そうです、あとローランドさんとか、そうですね、まあ、いろんな人がやってたりもしますと。はい、ではですね、ここからまあ学別偏差値の、ちょっと解説というか、まあ、人気の理由についても話していくんですけど、はい、まず偏差値はね、こんな感じです。三近交流っていう、まあ、いわゆる中堅次第とかって言われるんですけど、はい、まあ、関東だと2と駒線とかと並び称されるぐらい で、はい、でその中で近大はまあ一応トップになります、はい、一番難易度が高いんですが、はい、まあ、とはいっても、まあ、まあ頑張ったら勉強してね、はい、あの受かるような位置には存在しているので、一応まあ中堅校っていうふうな、はい、続けになります、はい、で、まあ、なぜこんなに今10年連続1位というほど人気なのかというと、はい、大人気、大人気ですね、はいはい、まあ、理由は多分3つありまして、はい、まあ、1個目ですね、まず難易度がちょうどいい、まあ、ちょうどいいって言ってちょっとあれなんですけど、いや、まあちょうどいいよ、まあ、そう、ちょうどいいんですよ。だってネームバリューと努力量みたいな、はい、はいはいはい、考えた時にコスパ的に考えると、ね、はい、ちょうどいいです本当に、うん、で、しかも、まあ、近代はその医学部ですね、まあ、あるんで、そこを除くと、まあ、偏差値大体50から55ぐらいとか、はい、まあ、そのなんなら40ぐらいのところもあったりするんで、はい、頑張ればなんとかなるって、まあ、ちょうどいい偏差値、はいなのと、はい、ただその関西圏ってやっぱりカンカン同率の下がすぐ三近交流になっちゃうんで、うん、そうね、なんならまあ国公立受ける方とかでも一応その滑り止めのさらに滑り止めみたいな感じで、うん、まあ、受けるその上からの層も広かったりするんで、はい、一番母数が多くて、まあ、受験する層が広いみたいなところになります、はいはい、陰気だから受験者数多いのか、うんうん、まあネームバリある程度あるし、ね、なんか行けそうだからね、人間者数多いのか、うん、どっちもあると思うんですけど、はい、これ、うんうんうん、まあね、ちょうどいいぐらいのレベル感っていうのはありますね。はい、で、2つ目がですね、はい、キャンパスが、まあ、大阪の中心部に近くてアクセスがめちゃくちゃいいんですよね。はい、はい、まあ、特に三近交流とか関西圏のキャンパスって、東京と違って割といろんな県に、うん、奈良とか京都とか大阪でまたぐんですけど、もちろんあの近大もまたぐんですけど、はい、メインキャンパスは、まあ、難波から20分ぐらいとか、はい、梅田とかからも30分ぐらいで行ける距離にあるで、他の大学と比べると関西の中だと比較的通いやすいっていう、で、まあ、あとシンプルには大阪なんで、まあ、その他の県が他県から通う子も結構多かったりもするので、うん、まあ、そういう意味でもね、あの、まあ、通いやすくなったりとか、神戸からも最近1時間以内で行けるようになったらしいんで、あ、そう、まあ、そういうのも含めて、まあ、人気になったっていうふうに言われてますね。で、最後理由3つ目ですね、はい、で、知名度がさっき見たらシンプルに高いっていうところで、はい、まあ、やっぱりもう駅に行ったら広告バーンってありますし、すごいよね、うん、うん、まあ、近代って言ったら大体みんな分かるんじゃないですかね、今だったら。まあ、そうですね、関西の人は全然知ってるし、うん、ああ近代ねって、まあ、一個の基準みたいなところになるとか、はいはい、その変な話、せめて近代にはとか、はいはい、って言われるラインで、はい、その下の接心ツイートとかも知らない人も多いですから、そうですよね、うん、っていうところもあるし、よくニュースにもなるしね、はい、そのなりますね、うん、だから近代マグロ養殖でみたいなところもそうですし、はいはいはい、そういう認知拡大の作戦がすごいよね、はいはい、よく見ますね、もう本当に。だってマグロと入学しようって全然関係ないもん、まあ、そうですよね。そう、
でも、そう、でも知ってもらえて、うん、はいはいはい、でもっと近畿大学に調べたら、うん、なんかこんな学部もあるんだとか、はい、医学部の設備とかもめっちゃ綺麗って聞きますし、はいはい、なんでいい広報戦略だなと思いますね、うん、はい、最近今特にできた設備としては、はい、アカデミックシアターっていうのが、はい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 、でここ24時間自習ができる自習室があったりとか、うん、漫画読み放題のライブラリーっていうのがあるらしいんですよ。あ、そうなんや。もうこれほぼ満喫といっても過言ではないですね。確かに24時間だと。確かに設備が充実してるんで、まあ、一回見に行ってみるのもありかなと思います。みんなが思ってる、うん、そういう綺麗な大学ってここまでぐらい綺麗な大学のこと言ってるんで、そうですね、国公立はそんな感じではないんですけど、はい、ぜひまあ行ってみてもらったらいいんじゃないかなと思いますね。ということで、まあ今のが人気な理由と、で最初に偏差値も述べていったんですけど、まあ、これだけでも結構行きたいなってなる人多いと思うんですよ、うんうん、特にまあ三金交流とかカンカン同率とか、うん、そういう大学のブランドを気にしていく人って正直、はい、似たような学部であれば別にこだわりはないみたいな人も多いと思うんですよ。なのでたくさん受けたりすると思うので、まあ、ここから入試についてね、お話をしていきたいなと思います。で次は入試攻略法になってきます、はい、で近畿大学の一般入試の形態っていうのが、まあ、いろいろありました。個別日程の入試だったり共通テストの併用とか、うん、共通テスト利用とか、共通テスト利用は当然、まあ、ワンランク上の大学を受ける人が滑る止めで受けるのでレベルは高くなってきます、はい、なのでまあ近大第一志望の人に関しては個別日程でやるというのがメインかなと思いますので、そこのねお話をしていきたいなと思います。はい、で一応まあ近大の特に個別試験ですね、はい、まあ、一部を除いて基本的に全てマーク式の試験になってます、はい、で試験時間も60分なので、はい、まあ、より標準的なあのよくある問題形式になってます、はい、問題難易度自体は標準レベルっていうふうには言われていて、基礎が固まってれば問題なく、うん、あの解ける問題があの問題なく解けるところが多いんですけど、はい、ただ合格最低点がまあ大体7割ぐらいとか、まあ、ちょっと年によって変わるんですけど、そうですね、7割ぐらいなんで 7.5 割とかなんなら8割ぐらいを、うん、あの目指して合格したいところなんで、やっぱりその確実性というか、なるべくこう分かる問題を落とさないとか、そういったところが大事になってきます。ただすごい傾向が分かりやすいので、うん、対策しやすい大学かなと思いますので、じゃあここからまあ教科ごと科目ごとの試験問題の特徴と傾向っていうのをお話ししていきます。じゃあまず英語いきましょう。英語はですね、大問7つで構成されておりまして、試験時間60分です、はい、60分っていうのも優しい、うん、出題分野決まってまして、会話文と中文の空所補充、まあ、段落みたいなのが入ってて、そこに何が当てはまるかってやつと、はい、で4択の文法ですね、これが昔のセンター試験みたいなやつで、はい、それをまあまだ残してる私立の人ところ多いですね。はいはい、で同意文選択、同じ意味の文章を選ぶと、で定義指定語選択、あとは、うん、正常英作文、まあ、並び替えってやつですね、はい、あとは長文読解という形になってて、うん、例年同じ構成なのですごいまあやりやすくて、うん、過去問演習っていうのが非常に有効です。そうですね、はいはい、よくある私立の入試って、はい、あのすごい難関だよのとこ以外は結構昔のセンター試験の英語のレイアウトのまま行ってるみたいなところが多いので、あのそれ用に対策できる参考書がたくさんあるので非常にやりやすいと思います。で難易度も標準レベルで全部マーク式です、うん、はい、まあ慣用句だったり慣用表現ですね、うん、基本的な表現とか文法問題っていうのが出ますので、知識のインプットは、はい、必須です。そうですね、はい、逆にまあコツコツやってきた人にとったら、ああ知ってる知ってるってなって、はいはい、読解だけやればいいんですけど、うん、まあ、勉強してこなかったなって人もでもまあ全然間に合う量なので、この形式をちゃんと押さえてまず一通り解いた上で自分の苦手はどれなのかというのを判断してやっていってもらえたらなと思います。じゃあ続いて数学ですね。まず理系数学からいきます。はい、はい、理系数学は大問3つで構成されてまして、試験時間こちらも60分優しいです、はい、試験時間の割にただ計算量が多いのが特徴になってまして、はい、計算力とか回答スピードが問われます、うん、ただまあ全部マーク式で難易度標準レベルなので非常に難解の問題が出るというわけではありません、うん、はいはい、ただ幅広い単元から出題されるので、うんうん、まあ、まんべんなく対策することがポイントというか、まあ、うん、あんまりその裏技みたいなのはできないですよということですね、はいはい、ただ大学入試の特徴として近代もですけど、うん、強いて言えば、微分積分だったり数列ベクトル、あとはまあ確率だったりとか、うんうん、まあ、一部三角関数みたいなところがよく出ます、はい、ただこれっても結構な分野カバーしてるの で、ね、はい、重点的に対策しておきましょうということですね。はい、はいはい、続いて文系数学の方いきます。こちらも大問3つで構成されてて、試験時間60分です。全問マーク式で、難易度も同じく標準レベル、もちろん理系よりは簡単ですよ、はい、ただしも問題数が多いので、まあ、こっちも計算っていう形になりますね。ただしまあよく問題集とかで見るような典型的な問題をスラスラ解けるかどうかっていうのがポイントになってきます、はい、うん、初めて見るぞこれみたいなのは基本的には出ないと、ちゃんと対策した人にとっては出ないと思ってください。でまあ微積数列図形とかベクトルとかオーソドックスな、問題の融合問題と
とかに加えても方程式と数列とかのマイナーな方の融合問題っていうのも出ます。本当に難易度としては正直そんなに高くはないので、しっかりと問題集対策していれば、あの仮にね、ま、あの融合問題になってても、あ、ここは見たことあるこれだな、はいはい、あ、こっちはこれだなってなると思いますので、努力を裏切らないようなテストという印象があります。はい、続いてはですね、現代文古文ですね、はい、で今回漢文がないので、はい、1つのみになります。はい、はい、で題目3つで構成されてまして、まあ、試験時間同じく60分のマーク式です。はい、でまあ、現代文に関してはあんまり馴染みのないちょっと固めの文章が出る時が多くて、はい、まあ、若干こう難しめの問題が多いというような特徴があります。はい、ただ別にそんなにこう問題 文が難しいだけで、問題内容自体は難しくは、まあ、ない場合が多いので、しっかり対策すればね、あの読めるような問題になってます。はい、古文に関しては文法の理解ですね、まあどこも大学もそうなんですけど、うん、最近でいうとその知識問題、ただインプットして、うん、あの答えればいい問題がちょっと、ね、少なくなってる傾向にあるので、うんうん、ちゃんとその文法とか分かってれば、こう初見で見てもなんとなく読めたりとか、うん、意味理解できるみたいな、うん、そういう問題が多い傾向にあります。はい、で続いて日本史ですね。で同じくマーク式で題目4つですね、はい、で構成されています。幅広い時代から結構まんべんなく出されるんで、まあ、広く浅くって言ったらあれですけど、はい、まあ、基礎的なレベルをしっかり抑えておくっていうようなところになってます。はい、でただし、まあ、まれにその日本史あるあるのですけど、深掘りした何これみたいな問題、やっぱり、まあ、初めて見たみたいなね、どうしても出ますね、うん、出てくるんで、はい、まあ、そういう時はそのやっぱりそれを暗記するって結構難しいんで、うん、まあ、時代の流れとか、まあ、その起きた出来事のつながりから、まあ、なんとなくこう覚えてられるとたまに解けたりするんで、ですね、あとは消去法とかでやっていってそうですそうです、うん、なんでまあそういうつながりとかはね、あの背景とかも覚えておくことをお勧めします。はい、特に最近だと、まあ、大問の一つとか二つは資料問題がね、やっぱりあの共通テストとかもそうですけど、はい、多くなってきたんで、まあ、資料集とかもね、しっかり確認しておけると、あの点数取れると思います。はい、はい、では続いて世界史ですね。はい、世界史は大問2つで、構成されてまして、で、まあ、こちらも同じく全範囲ですね、まんべんなく出題されるんですけど、主にその欧米とか、うん、あのアジア地域とかからか、まあ、1問ずつ出題されることが多くて、はい、出題される時代も傾向が一応あるんですけど、はい、まあ、ちょっと世界史としても範囲が広いんで、うん、まあ、対策しきるっていうか、まあ、まんべんなくやっぱりこれも、うん、あの勉強した方がいいかなと思います。まあ、入試はそうですからね。うん、はい、基本的に政治史が中心になるんですけど、うん、まあ、文化史とかもたまに出るんで、まあ、文化史もちょっと合わせて余裕ある人は覚えておくと、まあ、さらに高得点取れたりとか、あと点数が取れると思います。はい、続いては地理になります。これは大問3つですね、構成されてまして、まあ、例年ですね、地形図と大体統計の読み取り問題というのが出題されるんですけど、はい、まあ、地形図はですね、まあ、基本的にその距離とか面積とか傾斜の計算とかですね、そういうのが、特殊読み取りすればあの大丈夫で、まあ、統計とかですね、まあ、人口とか農作物とか、まあ、あと鉱物の資源とかそっち系ですね、まあ、あと貿易系とか何が輸出に多いとか、まあ、そういうところの整理がちゃんとできれば取れるような問題になってます。はい、社会で最後ですね、政治経済ですね。はい、でこれもあの題目4つで構成されていて、はい、まあ、正誤問題が結構政治経済多いですね。うん、はい、なんでまあ1年単位とか年号を問う問題とかもあるんで、まあ、結構暗記も必要なんですけど、うん、まあ、マーク式のまあ問題集とかセンターの過去問とかですねを使って演習すると結構解きやすかったりも、まあ、形式似てるんですので、はい、まあ、基本語句をこう暗記してあの置いた上で、まあ、あとね、語句の定義とかまでしっかり暗記できておくと、まあ、より理解も深まって、まあ、点数を落としにくいなと思うので、まあ、そこまでやれるとベストです。特にまあ地理の方がサクッと点数は取りやすいと思います。で、はい、9割とか狙わなくていい試験なので、うんうんうん、はい、地理がまあ結構ねオーソドックスかなとも思います。はい、はい、でまあ歴史とか、政治経済とかに関してもやっぱりまあ人に説明できるような状態になってると結構強いので、はい、特にまあ一問一答みたいな感じで出るわけではないので、うんうん、そこまで簡単ってわけじゃないので、はい、まあ、担任に説明するみたいな勉強法はやってもらった方がいいかなと思います。うん、じゃあラスト理科の方行きましょう。理科、はい、まず科学ですね。これも全部マーク式で、もう全部マーク式なのでそれの飛ばしますね。で大問4つで構成されてます。でこれも60分です。うん、はい、で大問の約半分が理論科学からの出題となっておりまして、はい、計算問題が多くて、数値計算が科学なんで多く出題されます。で試験時間ももちろん60分なので、はい、ちょっと詰まってたりとか計算ミスがあると一気に崩れてしまうので計算演習が大事です。続いて生物いきます。生物全部マーク式また言ってますが、はい、で大問4つですね。で試験時間60分、はい、大問1つにつき1個の単元が出てきます。うんうん、幅広く出てくるので苦手な単元なくすっていうのがまあ攻略法になってきます。はい、はい、まあ、ただその中でも生物の体内環境維持だったり生命現象と物質、うん、生物の環境応答といったところの出題頻度が高くなってますので、はい、
まあ、ここを優先して対策するんですけど、それだけじゃ不安なので結局全部やるという形になりますが、まずこれからやると過去問でもよく点数取れますよっていう感じです。はい、ラスト物理、これ大問3つですね。試験時間は同じ60分でマーク式で、これもベタですね。大問1が力学で、大問2が電磁気で、大問3っていうのが熱か原子か波動、まあ、波ですねのいずれかという、まあ本当一般的な形です。はい、で、まあ、物理の本質を問うような問題っていうのが多く出題されるので、まあ、ランキーでは対応できません、はい、で根本的に、まあ、物理理解できるような演習が必要っていうことなんですけど、はい、まあ、逆に言うとそのすごい難解な、計算だったりその式変形みたいなのが出てくるわけではなくて、マーク式の物理の試験の限界かなとも思うんですけど、めっちゃ習って基礎的なことだけどちょっと見方変えてるよみたいな感じの問題が多いので、まあ、得意の人もすぐ解けるんじゃないかなと思います。大問構成は本当オーソドックスで、まず力学対策してもらって、次電磁気やってもらって、で大問さんはね本当に、あんなに頑張った熱結局出ないとか全然ある話なんですけど、全部やるのをおすすめします。当たり前ですけど、はいはい、ということで入試攻略法の方も話してきたんですけど、まあ、基本的にはもう本当基本標準レベルの参考書っていうのをしっかりやりきった上で、で、センター試験系の問題集、まあ、マーク式基礎問題集だったり、センター試験の過去問だったり近代の過去問だったりっていうのをやっては苦手に戻ってっていうのを繰り返していけば、問題量をたくさんこなせば攻略できる入試です。そうですね、はい、はい、本当に対策が難しいっていうのは本当聞いたことがないので、どっちかというとちゃんとやりきれるかでインプットもできるかっていうところだと思いますので、大変人気の近畿大学行きたい人はぜひ頑張ってみてください、はいはい、また概要欄に URL 載っておりますプロレスアカデミアの公式 LINE では11個の豪華特典を無料で配布しております。中でも弊社のコンサルタントたちによる無料の受験相談はですね、1対1の Zoom で受験に関するお悩みを解決できますので、ぜひご利用まだの方は、試してみてください、はい、またその際にねプロレスアカデミアについてご興味ある方には内容のご説明もさせていただいております。また実際にどういった指導をしているのかについてはホームページの URL も概要欄に載せてますので、そっちも合わせてご確認ください、はい、それでは次回の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。